道人身事故ニュース速報です。2021年12月9日22時48分ごろ、近鉄奈良線の今里駅で人身事故が発生した模様です。近鉄奈良線での人身事故は今年10件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。私、ゆいがお伝えいたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もやっています。フォローお願いいたします。